四川省雅安市政府は29日、同支店全県落下陣で28日に山崩れが起き、6人が死亡、7人が行方不明、2人が怪我したと発表した。山崩れは28日午前3時ごろ発生し、土砂が道路建設工事の作業員宿舎を直撃、12人が行方不明となった。山崩れは現地で続いていた大雨が原因とみられる。宿舎は木造で数棟あり、崩れてきた土砂に一棟が押し流された。台湾東部の花蓮、台東の両地区、花東地区で28日午前1時41分にマグニチュード 6.6 の地震を観測した。その後、同地区では28日午前8時10分までに50回以上の地震を観測した。台東で女性88がガラスで怪我し、病院に運ばれた。同地区の最大震度は6度弱。同地区では道路に巨石が落下したり、工事中の橋が損傷するなど被害が出た。川上の雨量増の影響を受け、このほど、黄河本流の進む宣教国の水が増加し、長江の上、中流部における持続的な降雨の影響を受け、湖北省宜昌市にある長江崩す水利センターは、再度の放水を行った。宜昌ステーションにおける、放水量は31,300立方メートル、秒に達し、30,000の大台を突破。長江の中、下流における、洪水防止をする上での水位上昇リスクを軽減している。中国南部で大雨が降り続き、洪水や土砂崩れなどの被害が相次いでいる。現在、全国211河川において、警戒水域を超えた洪水が発生しており、三峡ダムの水位はすでに 171.3 メートルに達し、仁王川上流の主流、岳、安華の湖山観測所の水位は 38.85 メートルで、警戒水位を101センチ超えた。陽湖の基準となる、水門ステーションの星湖観測所の水位は 28.2 メートルに達し、警戒水位まで、あと76センチとなっている。オサム川の永州観測所の水位は 25.86 メートルで、警戒水位を48センチ超えた。中国山東省の化学工場で爆発があり、一人が負傷した。中国ではこのところ、爆発事故が相次いでいる。爆発があったのは29日午前5時40分頃、山東省、白市、市は、区市厚生圏の山東カナエカナエ化学、カギ有限公司の工場。この爆発で、これまでに一人が負傷して病院に搬送されたものの、命に別状はないという。付近では、窓ガラスが割れ、天井が落ちた家もあり、1.7 キロほど離れた民家にも大きな音が轟くほどの衝撃だったそうだ。爆発は、バルブの故障により漏れ出した豚自炎に引火したことが、原因とみられる。爆発発生前に、従業員が、中央制御室で異常を発見し、従業員らを避難させたため被害が抑えられたという。